太平洋潜水艦が進水し、3000トン級が日本でも護艦建造される予定だ。今回は、密かに囁きかられているポンプジェット方式について、詳しく見ていきますね。大型化するのか、それとも3000トン級で、建造するのか、もう決まっているんでしょうね。水素エンジンも。潜水艦の新しい推進方式として、従来までのスクリュープロペラ方式に代わるポンプジェット方式、日本ではウォータージェット方式とも呼ばれるがある。現状では、ディーゼル、蓄電池式の通常型潜水艦では、スクリュープロペラ方式を採用していて、日本でも最新鋭の、太平洋型はスクリュープロペラ方式で、将来的に、ポンプジェット方式を採用するかどうかは、まだ不透明であるが、外国では、すでに、ポンプジェット方式が採用されている、原子力潜水艦がある。ポンプジェット方式の推進原理は、吸い込んだ水を高圧ポンプや、円形シェラウドに覆われたスクリューなどによって、後方のノズルから、噴出させることで、推進力を得るというもので、従来からの、スクリュープロペラ方式と比べると、ポンプジェット方式の、利点がいくつかある。まず一つは、より高速での航行が可能になるということだ。ポンプジェット方式を採用した水上艦艇は40から50ノット。時速74から93キロメートルでの高速航行が可能で、現在では、レジャー用水上バイクから高速が必要な船舶、水中翼船、高速巡視船、巡視艇など、に採用されていて、軍事的にもミサイル艇など、高速を必要とする艦艇には、ポンプジェット方式が採用されている。さらには、ノズルの噴射方向を変えることで、船舶が進む向きを変えることが、できるため、舵が不要となり、船底部の突起となる、スクリューや舵は、必要なくなり浅い水面でも航行が可能となる。ポンプジェット方式は円形シェラウドなどでスクリューを覆う方式のものでも静寂性に優れているとされ、スクリュープロペラ方式の欠点であるキャビテーションノイズを低減できることからも潜水艦への採用は理にかなっていると考えられるのだが、海上自衛隊の最新鋭潜水艦、太平洋型には採用されなかった。すでに、ポンプジェット方式を採用している、アメリカのシーウルフ級。原子力潜水艦の水中最高速度が35ノット以上と推定されているなど、その高速性能が認められているにもかかわらず、太平洋型において、ポンプジェット方式を、海上自衛隊が採用しなかったのは、その欠点として、低速航行時の燃費効率が悪いことにある。水中においても、水上航行時と同じ動力を得ることができる。原子力潜水艦であれば、燃費の心配がなく、ポンプジェット方式を採用することが可能であるが、水中では、蓄電池による、動力に頼ることになる通常型潜水艦では、溜めた電力を短時間で消費してしまうのだ。一時、ロシアが、キロ級の通常型潜水艦に、試験的にポンプジェット方式を、採用したことがあったが、その後は、スクリュープロペラ式に戻しているが、やはり、燃費などに問題があることと、複雑なシステムのために価格が、高額となってしまうことが
通常型潜水艦で採用されない理由であるとされる。なお、潜水艦とは異なり、魚雷においては常時高速発起が求められるため、日本でも97式魚雷で初めてポンプジェット方式を採用している。ただし、最新の18式魚雷は二重反転スクリューを採用したとの噂がある。これらのことから、潜水艦の推進装置として、ポンプジェット方式の利点を生かすためには、潜航時の燃費効率などを考える必要のない。原子力潜水艦での採用が望ましく、ディーセルエレクトリック方式とリチウム蓄電池を機関とする日本の通常型潜水艦へのポンプジェット方式の採用は、現在のリチウム蓄電池以上に長時間高出力を発揮する電池が開発されるまでは考えられないのである。海上自衛隊の潜水艦双竜型タイゲイ型にはスクリュープロペラ方式でも高速性能以外でポンプジェット方式の利点に近づけるような交付がなされている。その一つが、完備の X 字型船舵で、これまでの十字型船舵では、接岸時などでの損傷を防ぐために、潜水艦本体の直径からはみ出さないことが、必要であったのを、X 字型船舵では、ルート2倍を大きくすることが可能となり、舵の表面積が増えたのだ。そのことで機動性が改善されて、十字型船舵の親潮型と比較して双竜型、タイゲイ型では水中での旋回性能が 30% 向上したほか、浮上角度を 15% 増やすことができて小回りが利き、ポンプジェット方式のノズル角度による旋回性とさほど差がないとされている。またX 字船舵では、火事のダメージコントロールが十字型船舵より優れていて、1枚が損傷したとしても、他の船舵でカバーできることもまた、火事がいらないポンプジェット方式の利点により、近づけられたとすることができる。あるいは、ポンプジェット方式で、ノズルの噴射角を変える装置が故障して、動かなくなる可能性を考えるならば、むしろリカバリーの点では、X 字型船舵の方が優れていると言えるかもしれない。さらに、スクリュープロペラにも工夫がされていて、一軸のプロペラ枚数を増やして、プロペラ1枚が、細長く面積が小さくかつ、後退角が大きいために、静寂性が高いとされるスキュードプロペラが使われている。このように、日本海上自衛隊の通常型潜水艦においてはポンプジェット方式を採用せずとも、静寂性や操縦性などの工夫がなされていて、ポンプジェット方式の特徴が生かされる原子力潜水艦を保有しないのであれば、無理に採用する必要がないと言える。原子力潜水艦の保有については、アメリカなどから情報やノウハウを入手できれば、技術的には可能である。だが、専守防衛の観点からすれば、海上自衛隊潜水艦の行動は日本近海が主で、せいぜい南シナ海くらいまでであるので、遠洋を高速で移動する必要がなく、水中航行速度については通常型潜水艦の20ノット程度でも問題はない。また、
現在の政界情勢において、海上自衛隊の有事を想定するならば、対中国海軍であり、その際に海上自衛隊潜水艦隊に与えられる任務は、中国本土から出撃してくる中国艦隊への牽制と攻撃が主となり、東シナ海で待ち伏せをすればよいことであるので、水中高速性能はさほど重要ではない。そのように考えれば、日本が時間と費用をかけてまで原子力潜水艦を保有する意味はなく、海上自衛隊においては、当分の間は対艇型の建造、配備がなされることになり、ポンプジェット方式の潜水艦が計画されることはないと想定されるのだ。ただ、このサキリチウム電池の性能向上、あるいはそれに代わる長時間高出力を発揮する電池の開発が進められているほか、さらに進化した非待機依存推進 AIP などの研究も進められているであろうことから、ポンプジェット方式を採用する通常型潜水艦が建造される可能性が全く皆無ということではないと思われる。